火。火とは、熱と光を出す現象である。科学的には、物質の燃焼、物質の急激な酸化に伴って発生する現象、あるいは燃焼の一部と考えられている現象である。火は、熱や光と共に、様々な化学物質も生成する。気体が燃焼することによって発生する。激しいものは、炎と呼ばれる。煙が熱と光を持った形態で、 気体の示す一つの姿であり、気体がイオン化してプラズマを生じている状態である。燃焼している物質の種類や含有している物質により炎の色や強さが変化する。火の構造、仕組み、人類の火についての理解は大きく変遷してきている。象徴的な理解は古代から現代まで力を持っている。また理的には古代ギリシアにおいては四大元素の 一つと考えられた。西欧では18世紀頃までこうした考え方はされた。18世紀に影響力を持ったフロギストン説も科学史的に重要である。火の理解し、人類は調理、暖房、合図として、また動力源としても火を利用してきた。火の利用、用途、火は火災を引き起こし、燃焼によって人間が物的損害をこむることがある。 また、世界的な生態系にも影響する重要なプロセスである。火は、ある面では生態系を維持し、生物の成長を促す効果を持つ。また、火は、水質、土壌、大気などを汚染する原因という側面もある。人類は火を様々に理解してきた。いかにして火を手に入れたのかという、火の起源神話も世界各地から知られている。 このタイプの火の起源神話として、最も知られているものの一つに、ギリシア神話における、プロメテウスの神話がある。火を信仰の対象とする宗教もある。古代世界において、火は神格化され、異形の対象とされた。例えば、インド神話におけるアグニがある。また、ハイカ教という意味を持つゾロアスター教もある。日本でも、オボンの送り火、京都市の御山送り火が有名をはじめ、 国内各地で特徴的な火祭りが数多く存在する。中でも正正月に行われる詐欺帳、どんど焼きは日本各地にほぼまんべんなく存在する。信仰の場以外でも、例えばキャンプファイヤーなど多くの行事、象徴的な場などで火は用いられている。現代でも火は象徴としての力を持ち続けている。象徴としての火前六世紀、ヘラクレートスは ルテンする世界の根源に火を位置づけ、魂を神的な火と見なした。前五世紀のエンペドクレスは火を四元素のうちの一つとし、プロメテウスにちなんでパイロとした。デモクリトスは魂と火を同一視し、原子は無数あるとしつつ、休憩のものが火であり、魂であるとした。アリストテレスの自然学において火は四元素の一つと位置づけられていた。 古代ギリシャ哲学の流れを組むイスラム科学でも火は元素の一つであると考えられた。また中国の哲学でも類似の考え方がされていた。18世紀頃までのヨーロッパでも概ね主にアリストテレスの自然学における火の理解の仕方を継承したと考えてよい。ただし他方で錬金術においては火は物質や物質に固くされた精神の統合や循環を 促す力と考えられていた。18世紀になると多くの思想家は熱や光に火の本質を求めようとした。カントは温度上昇を火の元素の移動と関連づけて理解した。ゲオルク・エルンスト・シュタールは火というのは可燃性の現質、フロギストンによって起きていると考え1697年の著書科学の基礎でこれを表明した。この説、 プロギストン説は、多くの人々に支持され最大の影響力を持っていた。同説に対抗する諸説はあったが、18世紀末に、ラボアジエが行った批判や、同志の理論の説得力などにより、燃焼を酸素との結合現象とする説を採用する、人が増え主流となってゆくことになった。火は、このお心と内縁と外縁によって構成されている。最も明るいのは内縁である。 これは炭素、酢が最も多く含まれているためである。最も熱いのは外炎である。これは酸素と最も多く接触しているためである。また内炎は不完全燃焼を起こしている。近年では燃焼によって解放されたエネルギーのために燃焼している物体や気体は発光すると説明することがある。火が点火するには可燃物、 酸素ガスのような酸化剤、それらの混合物が因果点を超えるための熱が必要である。そして火が燃焼し続けるには連鎖反応を生み出すよう、酸素が連続的に供給される必ずがある。火はこれらの要素が揃わない環境では存在しない。燃料と酸素だけでなく、触媒が必要な場合もある。触媒はそれ自体が燃焼するわけではないが、 化学反応を促進する役目を果たす。火が点火すると燃焼によって発生した熱エネルギーがさらなる。燃焼を起こす。火が燃え続けるには燃料と酸素の継続的な供給が必須となる。火を消すには、常実の要素のいずれかを取り除けばよい。例えば天然ガスの火を消すには、以下のいずれかを行えばよい。 逆に燃焼効率を高めることで火を強めることができる。そのためには、化学量論的に釣り合いの取れた形で燃料と酸素の供給量を調整する。これによって、火の温度も高くなって、連鎖反応も強まるが、同時に触媒を必要とする場合もある。炎は、可視光や赤外光を放つ、化学反応中の気体と個体の混合物であり、 その周波数スペクトルは燃焼物や中間生生物の化学組成によって異なる。木などの有機物を燃やしたり、ガスを不完全燃焼させると、ススと呼ばれる白熱した固体粒子を生じ、おなじみの赤からオレンジ色の火になる。火の発する光は連続なスペクトルを有する。ガスが完全燃焼すると、炎の中では冷気された分子の電子が様々な繊維を起こして、 単一の波長の光を発するため、やや暗い青色の光になる。一般に火には酸素が必須だが、水素と塩素が化学反応して塩化水素となる場合も炎を生じる。他にも、フッ素と水素、ヒドラジンと4酸化に窒素の化学反応でも炎を、なる。炎の発する光は複雑である。スス、ガス、燃料の粒子などが、 国体放射するが、すの粒子は完全な国体として振る舞うには小さすぎる。また、ガス内で火放繊維した原子や分子が光子を放出する。放射のほとんどは可視光と赤外線の範囲にある。色は国体放射の温度や燃焼に関わる物質の化学組成によって変化する。炎の色を最も左右するのは温度である。山火事の写真を見ると、 様々な炎の色が見て取れる。地表付近は最も激しく燃焼しているため、有機物が最も高温で燃焼している時の白、または黄色の炎が得る。その上にはやや温度の低いオレンジ色の炎があり、さらに温度の低い赤い炎が見える。赤い炎の上では燃焼は起きず、燃焼しきらなかった炭素粒子が黒い煙となっている。アメリカ航空宇宙局、NASA は 炎の形成に重力もある役目を果たしていることを発見した。重力の条件が異なれば炎の形状や色が変化する。通常重力下では対流によってススが上に登っていくため右の写真に見られるような形になり黄色になる。宇宙空間などの無重力状態では対流が起きないため炎は球状になり完全に燃焼するため青くなる。 ただし、燃焼によって発生した CO がその場に止まって、炎を包むため、ゆっくり炎を移動させないと火が消えてしまう。この違いの説明はいくつか考えられるが、温度があらゆる方向に等しく伝わるためススが生じず、完全燃焼するためという説明が最も妥当と見られる。様々な火や炎の温度は次の通りである。人類は火の使用により、照明、暖を取る。 獣から身を守る、食物に火を通すなど多くの利益を得た。火の使用により初めて人類は文明を持つ余裕を持ってた。と考える人もおり、火を文明の象徴と考える人もいる。これはギリシャ神話におけるプロメーテウスの火の話を思い起こさせる。その後も火は人間の生活の中で非常に大きな地位を占め、水の供給とともに火を起こすための燃料の確保は、 すべての時代において政治の基本となっている。特に二十世紀中盤以降は最も広く使用される燃料は石油であり、石油を産出する産油国はその生産によって莫大な利益を上げ、また石油価格の上下は世界経済に大きな影響を及ぼす。火の利用は大きくは二つに分けられる。一つは光源であり、その炎から発する光を利用するものである。 もう一つは熱源であり、燃焼による発熱を利用するものである。最も古い火の利用は、おそらく焚き火の形であり、これはその両方に利用された。現在でもキャンプにおける重要な事項の一つが焚き火の確保である。人類がいつ頃から火を使い始めたのか、はっきりしたことはわかっていない。人類が突如、火起こしを始めたとは考えにくいため、初期の火は、落雷や、 山火事によって燃えている木の枝などを住居類は、洞窟に持ち帰り、火種として保存していたと考える人も多い。現在、火を使用した痕跡として発見されている最古のものは、南アフリカ、スワルトクランス洞窟の160万年前、東アフリカのケニア、チェソアンチャ遺跡の140万年前、エチオピアのミドルアーシュ、イスラエルのゲシャーベノットヤーコブロットといったものがある。 この時代の人類は、ホモエレクトスと言われており、一説には、ホモハビリスまで遡ることができるという人もいる。また、北京原人の発見地では、非常に厚い灰の層が発見されており、火を絶やさぬように燃やし続けたためではないかとの説もある。ごく初期には、焚き火がそのまま光源として用いられたと思われる。その焚き火を持ち上げれば、松明になる。 その後明かりの燃料としては油が使われるようになり、ランプやアンドンなどは昭和初期までは現役であった。他に、ろうそくも明かり用の火を作るもので、これは現在でも停電時に重宝する。現在では明かりの主力は電気であるが、ろうそくは宗教行事では対応するし、滝技能のように松明の明かりの雰囲気を楽しむ例も、 火の生活用熱源としての利用には二つある。一つは暖房のためであり、もう一つは調理のためである。焚き火は暖を取るためにも使えるが、炎が大きいとあまり近寄ることができない。むしろ炎が小さくても長くじっくり燃える、小さな火が望ましい。燃えても炎が出ない炭はそのために有効だったと考えられる。さらに火を弱く長持ちさせるために灰に埋める方法が取られた。 部屋全体を暖かくするような暖房には、より激しく燃える火が必要になる。しかし室内で炎が上がるのは危険なので、火を閉じ込めた上で激しく燃やすために、ストーブや暖炉が作られた。液体燃料や気体燃料は、それを十分安全に供給する仕組みが発達するまでは利用されなかった。現在では、むしろこちらが主力である。電気はこちらではそれほど。 燃料の代替をしていない。食物の加工に火を利用するようになったのは、おそらく山火事で逃げ損ねた動物の焼けた肉を食べた、といったことがあったのではないかと言われている。ただし、火を使って料理をするには、普通は火にかけられるような容器の存在が必要で、これは土器や金属加工の技術の出現を待たねばならない。それが不要な方法としては、串に刺して、 直接に火にかざす方法、この葉でくるんで火に投入して、蒸し焼きにするなどの方法がある。また、直接に火を使うのではなく、火に石を入れて加熱し、この石を熱源とする方法もあり、石蒸し料理として、現在も伝えられている地方もある。食物に火を通すことを覚えたことは、人類にとって重大な進歩だった。単に火を通すことで食味が良くなるだけではなく、それまで生では、 食べることの困難だった穀物や豆、芋など多くのものが食用可能になり、さらに動物の肉や魚などに火を通すことで、寄生虫や病原菌の危険なしにこうした食物を摂取することができるようになった。こうした加熱消毒は現代においても調理の重要な一側面である。調理、料理では火の強さの調整、火加減の降雪は料理の出来に、 大きな影響を及ぼす。米の炊飯では、日本では伝統的に、はじめちょろちょろ、中パッパ、ぶつぶつ言う頃火を引いて、一握りの藁燃やし、赤子泣いても蓋取るな、などと言われた。火を通すことは調理の起源であり最も重要な過程の一つであるため、調理は様々な方法で火を使用する。このため、調理用の火の扱い方に関連する。 様々な動詞表現はある。例えば、火にかける、火を通す、炙る、焼く、などである。山火事などで焼けた土地には草原ができ、これは草食動物の餌場となり、当時まだ狩猟のみに頼っていた人類においては、見逃せないほどの食料供給の増大をもたらした。山火事が幾度も繰り返されるうちに人々はこのことに気づき、 こうして人類の一部は適当な時期を見計らって野焼きを行って人為的に草原を維持するようになった。やがて森林地域においてもこの方法が持ち込まれたが流木や生木を燃やすのは困難を極めるのであらかじめ木を切り倒しておきそれを乾燥させてから火を放つようになった。さらに農業がこの地域に持ち込まれるとこの野焼きによって空いたところに穀物や芋などを植え 畑とするようになった。これが焼き畑農業の起源とされている。火を放つことによって地面に残された灰は良い肥料となり、このため焼き畑を行った土地においては、数年間は良い収穫を得ることができた。やがて自力が落ちてくる頃になると、畑は放棄され、新たな土地の木を切り倒して、そこを新しい畑とする。放棄された畑には、 数十年後には再び森林が生い茂り、数箇所を回ってきた人間が再びそこに火を放って、畑にするといった形で循環が行われていた。焼き綿農業は、現代においても熱帯地域を中心に広く行われているが、サイクルが短くなったため自力の消耗を招き、また森林火災を招き地球温暖化にも悪影響をもたらすとされ、しばしば問題となっている。 また、焼き畑以外にも火を農業に利用する例はある。日本においては収穫後の水田に火を放って枯れた、収穫後の稲や藁を燃やす、いわゆる火入れが行われることがあるが、これは害虫の駆除と燃えた後の灰を肥料化するという二つの目的で行われている。火は高熱によって物質の状態を変化させることができるため、 この性質を利用して様々な工業に利用されてきた。こうした用途における最も古い利用法は粘土を焼いた、いわゆる土器の焼成である。土器はより高い温度で焼き上げると陶器、さらには磁器となり、より高度を増すようになった。瓦家に次いで人類は金属の精錬を覚えた。まず最初に開発されたものは銅の利用であり、鈴と混ぜ合わせることで、 固い青銅を作り上げることができた。青銅の利用は人類を石器時代から一大回進歩させ、青銅器時代という一時代となった。さらにその後、人類は鉄を精錬できるようになり、鉄器時代が始まった。その後も火は工業にとってなくてはならないものであり、各種工業において広く使われている。火は歴史上様々な形で戦争に利用されてきた。 古くは狩猟採集社会で野原や森林を焼き払うことで敵を傷つけ食料を得にくくするなど火は人類がその制御に関する知識を得た頃から戦争に用されている。ホメーロスのイーリアスにはトロイの木馬に隠れていた兵士たちがトロイを焼き払う様子が描かれている。東ローマ帝国では戦争にギリシャ火薬を用いた第一次世界大戦では 不評が初めて火炎放射器を使い、第二次世界大戦ではそれを車両に装備した。また、焼夷弾による爆撃が東京、ロッテルダム、ロンドン、ハンブルク、ドレスデンなどで行われた。それによって火災旋風が起きた都市もある。大戦末期には米軍が日本の各都市を焼夷弾で爆撃した。日本の家屋は木造が多かったため、 焼夷弾の効果が大きかった。1944年7月、大戦終結直前にナパーム弾が投入されているが、ナパーム弾が一般に知られるようになるのは、ベトナム戦争の時出る。また、火炎瓶という武器も使われてきた。燃料に添加することで、利用可能なエネルギーが放出される。戦死時代から木材が燃料として使われている。石油、天然ガス、 石炭といった化石燃料が火力発電で使われており、今日の発電量の大きな部分を占めている。国際エネルギー機関によれば、2007年時点で全世界のエネルギー源の80%強が化石燃料だという。発電所では火によって水を熱し、蒸気を発生させてタービンを駆動する。タービンが、発電機を駆動し、発電が行われる。 外年期間や内年期間では、火が直接仕事をする。火を利用するにあたって、最も困難なのは、火種を作ることである。自然界において火を自由に手に入れる機会は、ほとんどなく、落雷など、偶然の機会に頼る他はない。その上、その際に、山火事などの危険を生じる場合もあり、人間が近寄れないことも多々ある。 このため人類が火を起こす手段を開発するまでは一旦手に入れた火種は大切に守られた。これは火器のような手段によって火を起こす技術が手に入った。後も変わらず多くの文明において各家庭にある火種は大切に守られるのが常であった。火の毛の全くない場所で火を起こす技術はいくつか発明されているが、 現代文明で発明されたもの以外はいずれも技術的に高度なものであり、現代人が安易に真似てもうまく火がつかない例も多い。発火法には大きく分けると摩擦法、打撃法、圧縮法、光学法、化学法、電気法の6つに分類できるが、一般的に知られる代表的な例としては以下の方法がある。古来使われたのは、 最初の二つの方法である。最も単純な火起こし法は摩擦法であり、世界中に広く分布している。火打ち石などを使う打撃法も摩擦法に比べ簡便であるために広く使用された。光学法は特に技術が不要なので、晴れていれば誰でも利用できるが、専用の機材がなければ無理である。また、安定した 太陽光が必要なため晴天でない場合や夜間には用いることができない。こうしたことから一般的な火起こし法ではなかったが、この方法を使って火を起こせることは一部では知られており、稀に利用もされた。また、ボルネオやビルマなど一部においては、可燃物をピストンの中に強く押し付ける圧縮法で火を起こす民族も存在した。化学法と電気法は、 科学革命の起こった十九世紀以後の産物であり、それまでの全近代社会において使用されることはなかった。こうして起こされた火種は、北地と呼ばれる、燃えやすい物質で受けて、火を大きくさせた後様々な用途に使用された。しかし、こうした発火法はいずれも手間のかかるものであり、気軽に利用できるとは、必ずしも言えなかった。こうした点を改善し、 点火を簡便に行える装置として開発されたのが、マッチである。マッチは発火性のある物質をつけた短い軸木をこすりつけて火を起こすもので、系譜としては摩擦法に属する。アカリンの開発によって1852年に安全マッチが発明されると、簡単で安全な点火方法として普及し、芝叩く間にそれまでの点火方法を駆逐した。 さらにライターなどの添加器具が次々と開発され、添加は以前と比べ非常に簡単なものとなった。火を維持するには燃料と酸素が必要である。火は燃料を消費して燃え続け、燃料がなくなれば消える。消えると再び添加するのはそれなりに難しいから、使い続けるためには燃料を切らしてはならない。そのためにはそれなりに工夫が必要である。他方、 地球上の普通の環境は、火の温度に比べてはるかに低い。そのため火の周囲の温度が低下すれば、火は消えやすい。焚き火の場合には、ある程度燃えれば、そこに溜まった灰が良い受け皿になる。これを応用してあらかじめ灰を敷いたところで火を燃やすのが火鉢などである。ちなみに、灰で火のついた炭を覆うことで、火を完全に消さないままに長時間保存できる旨みも、ある。 逆に火の勢いが強くなると、周囲のものが熱などによって影響を受けやすい。特に人工的なものが多い中では、それらを破壊し、あるいは火事のもとともなる。そのためにも、火の周りに断熱的な構造を作るのは重要な工夫である。燃料の供給は火の維持には欠かせない。最も古い形は焚木を焚き火に追加していくことである。 後にこれは炭に置き換えられた。さらに油やガスなど液体燃料や気体燃料も利用されるようになった。液体燃料や気体燃料はそのまま添加するのは危険だから一定量ずつ取り出して火に供給する仕組みが必要になる。そのために工業の進まない間は利用が難しかったが現在ではむしろ主力となっている。火は高温であり、 さらに火事を引き起こすこともあるから、消火を確実に行うことも重要である。火を扱う器具は消火の仕組みも備えなければならない。固体の燃料は消火したように見えても高温を維持している場合があり、再び発火する危険性があるため、事故の処理に注意を要する。現在の主力である、気体燃料や液体燃料の場合、 それを供給する構造があるので、ここを操作して供給を断つことで容易に消化ができる。また、その後に燃えさしを生じない点でも勘弁である。火は制御不能となって暴走状態となることがある。火による災いを火災と呼ぶ。一旦火災が起こると多くの人命や財産が失われる場合が多い。一旦火災が起こると自然に沈下することを、 期待するのは難しく、初期においては消火器により、それでも足りない場合には、消防の力を仮消火することになる。開発の進んだ地域では火災に対処するため、消防サービスが提供されている。消防士が消防車などを使い、消火栓などの水を放水して消火する。燃焼している物質によっては、化学消防車を使用する。 火災の予防には発火源となるものを除去することが第一である。また火災を防ぐ方法についての教育も重要である。学校などの大きな建物では火災に備えて避難訓練を実施している。ほとんどの放置国家では放火は犯罪である。多くの国で建築における出火対策を定めている。能動的対策としてスプリンクラー設備がある。 受動的対策として、先進国では、建築材料の耐火性能について、法律で規定している。また、人為の他に、全くの自然現象で、森林や草原を焼き尽くす、いわゆる、山火事も存在する。生命はしばしば火に例えられる。また、火も生命に例えられる。炎が動くよう。 燃料を消費しつつ燃えるのが接触しつつ、活動するのに似ていること、火が消えることでそれらの動きが消えることとの類似などによると思われる。より細部的に考えれば、生物は接触によって外部から物質を取り込み、それによって事故の構成物質を作り上げ、他方では事故の構成物質を代謝によって分解して、外に捨てる。その結果、 そこに存在する生物体はことして連続しているが、それを構成する物質はどんどん入れ替わっている。火は燃料を吸い上げ、それが反応して放出される場として物質は入れ替わりながらも連続して存在するものであるから、それなりに説得力がある。また、火は必ずどこかで点火されたもの、あるいはそこから移されたものであり、その点で生命の連続性との類似がある。 このことから、個々の日は、その点火したものの系列であるとみなす視点があり、ある起源に由来する日を特別視する例がある。オリンピックの成果は必ず、ギリシャにおいて太陽のエネルギーを用い点火するし、広島原爆の燃え残りから原爆の日を取った例もある。一方で、火災や戦火など、死や破壊の象徴とされることもある。処刑の方法としての日炙りは、 見せしめ的な印象が強い。また、自殺の方法の一つである昇進自殺はやはり、注目を引きつけることを目指し、特に訴えるものを持つ者によって行われることが多い。恋愛感情や怒りのような高ぶる感情はしばしば、火や炎に例えられる、火油。焼けぼっくいに火がついたという表現は、一度焼けて、炭になった木の杭はその後も、簡単に火がつく子から、 かつて恋愛関係にあった男女がありがちなことに再度恋愛関係になることを意味している。また、火を吹くように起こったりするのもこの例である。周知などで頬が赤くなるのを火が出るようと形容する例もある。また、危険なものとの認識から危機に陥ることを尻に火がついた等という例もある。野球において投手が打ち込まれる。 立て続けにヒットを打たれると火だるまや炎上と言われる。火をつけるは実際に燃料に添加する場合にも使うが、例えばある計画や活動を立ち上げる際にも使うことがある。一旦点火すると、あとは勝手に燃え上がるところからの転用であろう。発案者や仕掛け役のことを火元とか火付け役とかいう例もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。